オリックスで花開け、日本ハムの吉田輝星、トレードに出された悔しさ全て晴らして、オリで旋風巻き起こせ。高校時代公立の秋田から市の魚業、チームのエース全て一人で投げ抜いて甲子園の出場を決めた。地元出身選手だけで私立強豪破り、花の旋風秋田勢103年ぶりの甲子園で準優勝、ドラフト1日ハム入団、初先発でプロ初勝利、将来の日ハムエース。